28日、第7回愛知県社会福祉事業大会が金山体育館に関係者7000人が参集して盛大に行われました。ご臨席の秩父宮妃殿下から社会福祉事業を一層進行するようにとのお言葉をいただきました。特に功労のあった人たちに対して桑原知事から表彰が行われ、今後この事業に一段と努力することを誓い合いました。続いて妃殿下は社会福祉施設の青い鳥学園に向かわれました。立派に整えられた施設で一生懸命勉強している体の不自由な子どもたちをご覧になって心から激励されました。僕も私も1年生、嬉しい、ランドセルや学用品も揃いました。持ち物にはみんな名前を書きました。明日からは学校です。早寝早起きも習慣に、自分のことは自分の手で整頓します。ランドセルも帽子も明日が待ち遠しそうです。今日は嬉しい入学日、上級生やおまわりさんの注意をよく守って通学にも気をつけます。お母さんと連れ立って心も弾んで登校です。受付で順番待つ間も胸が躍ります。組み分けも分かりました。新しいお友達もみんな静かに校長先生のお話を聞きました。2列に並んで教室へ。自分の机も決まりました。受け持ちの先生も優しそうです。先生の言いつけをよく聞いて立派な良い子になるように元気で仲良く学びましょう。